リンリンハローパラレルリンリンパラレルのリントです。とシェフィーとセピアくんでございます。はい、今日はね報告の動画とシェフィーのハンドリング20日目かなになります。はい、ということで本日のリント日記やっていきましょう。まずシェフィーのお話。シェフィーはですね20日目くらいになりましたが、なかなか慣れましたね、ハンドリングに。このおとなしさ、ちょっとねたまに冒険にね出ようとしますけれども、結構こうやって落ち着いていてくれますね。どういう体勢それ。まあ落ち着いてるんでいいでしょう。落ち着かなくなった、その辺を、その辺散歩はしないで、あんまりあっちこっち行かれるとそれは困る。ちょっとその状態で落ち着いてて。はい、でもう一個のご報告は、このセピアくんがですねとある動物園での、展示用の、生物としてね、生き物として、譲渡されることとなりました。そちらの方に、ちょっとどこの動物園とは言えないんですけれども、とある動物園の方で、こちらをね、展示するという形になりました。理由としては2つあります。1つはですね、その動物園の方でですね、今現状、エゾサンショウウオの男の子が、飼育環境下にいないみたいなんですよね。っていうのが1つ。もう1つが、まあ男の子を、繁殖目的としてね、入れて、繁殖の研究等もしたいということだそうです。で、うちにですね、私、定山県の方で、こちら、エゾサンショウをね、捕獲してきたんですけれども、3匹、私は捕獲して、メス、オス、オスという形で、モノちゃん、クロくん、そしてセピアくんという形でね、捕獲して、まあ、ワイルドの個体をね、自宅で、飼育しているっていう状況なんですけれども、そんな中でね、男の子が2匹いたので、どうにかならないかっていうところと、ちょっといろいろね、交渉されたっていうのもあって、いや、研究のために、研究と展示のためにっていうのであれば、ちょっとしますよって話をさせていただいて、まあ、お世話になってるね、飼育員さんなので、そこそ、シェフィーをね、うちに、連れてきてくれた、飼育員さんなので、信頼もしてる方なので、っていうところですね。で、まあ、男の子はね、クロ君とセピアがいるんですけれども、この子たちの名前って実は色で決めたんですよね。で、メスはその色に合わせてっていう形で、で、このセピアだけが、ちょっと色がね、茶色っぽかったんですよ。真っ黒ではなくて。わかるかな、ケージ越しだからわかんないね。上から撮ってみようか。ちょっとわかるかな、少し茶色寄りですよね。なので、カラーがセピアっぽいんで、セピア。そしてもう一個、一匹いる子がですね、真っ黒の子だったので、真っ黒の子が二人いたんですよね。で、それがオスメスだったので、モノと黒、モノクロっていう形。まあ、完全に両方とも黒黒なんだけどね。それで、黒とモノという名前にしたんですよね。で、セピアは少しセピアっぽいカラーだったので、セピアという名前になりました。なので、セピアは、そちらの展示の方に、行ってもらうっていうことにしました。名前もモノと黒で統一してた方がいいかなっていうのもありまして、ということで、セピア君に、白羽の矢が立ちました。はい、っていう感じですね。で、今後はそちらの方の方で、飼育されて、まあ、繁殖だったりのね、研究に使われるという形でございます。あら、そこに来たんですか、シェフィ。どこ行くの、シェフィ。シェフィ、そっち行かないで。あー、ダッシュしないの。はい、加工。はい、っていうところでございます。
はい、なのでね、そちらのご報告でございました。で、今ね、保冷をするためにっていうところで、保冷用のね、ボックスのケージのご紹介してたと思うんですけれども、その飼育員のところからですね、私の手元に、まだ届いてないんですけれども、冷温庫が送られてくる予定になってます。なのでそちらの方で温度の管理をしやすくなるかなと。保冷剤使うよりもね、手間は省けるっていうところですね、になります。ちょっとそちらで飼育をねしていこうかなと思います。まあね、クーラーガンガンつけっぱにもできないですからね、うちの場合は。暖かいのと冷たいのといるからね、やっぱり動物園みたいなね環境とはちょっと違うのでっていうところで、でそれでね、動物園に似た環境を作るのに、冷温庫使えるよっていうことで余ってるものを1個くれるそうです。ちょっとそちらもらっていこうかなと、もらってね、飼育していこうかなと思っております。はい、っていうところでね、ご報告でございました。シェフィーのハンドリングとね、そしてセピア君が旅立つよっていうお話でございます。はい、またね、リント日記こんな感じでアップしていこうと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上リントでした。そしてシェフィーと旅立つやばい喉がこのタイミングかい、うちから旅立つセピアでございました。もう最後の最後に閉まんないですね。はい、ということで以上、リンとシェフィーセピアでございました。バイバーイ。ほら、バイバイして、バイバイして、バイバイはできないね。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。